はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。1月16日月曜日、本日は気候な伊勢崎店から生放送です。伊勢崎ドリーム、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやいやいや、結構間空いちゃったんでね。そうですね、なんか久しぶり感があるんですけれども、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コメントちょっと読んでいきます。はい、あちゃ伊勢崎店の皆さんこんばんは。こんばんは。松野店の配信がないのでここで愚痴ってもいいんですか。松野店は一応今月は1月の26日を多分予定してるはずです。はい、はい、ギアス R2、連敗脱出なるか、これなんだろう、あー分かんないな。一つ心配なことが、1時間放送でカイチ店長が当てることができるんでしょうか。任せてください。はい、ということで本日は、CR 戦国乙女花、こちらね319の、はいね、ミドルタイプですけども、まあ余裕ですよね。余裕ですね、今日は。違います、気合が。気合が違う。気合が違います。新年一発目ですからね、はい、なんとかいいとこ見せてほしいと思います。はい、皆さんこんばんは。そしてあちゃんお久しぶり。あ、久しぶりだもん。こんばんは、秋田から見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。これは時間通り始めんかい、ごめんなさい。こんばんは。最近あちゃんが勝手に時間変更するから久々に聞く放送見れるよ。ありがとうございます。こんばんは。あと金貸して、貸した金返せ。まだ貸してないけど。いや、返ってない。あとここ伊勢崎の皆さんこんばんは。ぴょん吉ということで、今日来てるじゃないですか。継承してるじゃないですか。ついに来ました、高橋出雲ね。はい、はい、ということでぴょん吉 T シャツ着ております。カジ店長、その T シャツちゃんと洗いましたか。いや、洗ってないですね。ぬくもりを感じながらの洗いましょう、洗いましょう。はい、気候な愛を塔に捨てたって、こんばんは。こんばんは。高橋大の、匂いが染みついたシャツ。そうですね。はい、あちゃんはこう今来たよ。カジがぴょん吉 T シャツ着てるわらということね。そうですよ。はい、ということでね、放送時間が今年から1時間になってしまったので、もうサクッとね、はい、オープニングをやって、はい、サクッと打って、はい、サクッと当てようという感じでね、はい、今日もお送りしていきたいと思いますね。皆さん1時間よろしくお願いします。お願いします。わお、コーナグループは創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということで今ね、ちょっとカメラ位置直しますんで少々お待ちください。じゃあスペックの方ね、一個分から説明していただいてもよろしいですか。はい、戦国乙女、はい、花ですね。はい、若干右目でお願いします。はい、右目で。はい、はい、大当たり確率が、通常時 319.7 分の1となっております。はい、で、確変突入率 65% の確変中大当たり確率 49.5%、 すみません、5分の1ですね。はい、で、継続率が 65% と。はい、まあ簡単にそんな感じですかね。まあまあ 65% の学園機ですから、はい、まあまあそこの最初ね、最初も 65% だし、継続も 65% という感じになっております。はい、ということでね、今ちょっと待ってね、今いろいろ俺テンパってるからね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じかな、感じかな。はい、今日はですね、あの助っ人来てますんで。あ、本当ですか。助っ人来てますよ、今日は。誰ですか、ちょっと気になりますね、助っ人。皆さん予想してください、助っ人来てますんで。誰が来るかね。はい、カイジ朝学習しろって、カイジにアマ以上は無理なんだって。あ、カイジさ、学習しろか。そう、ミドルは無理だよ、カイジ。いや、今日はね、秘策がありますんで。大丈夫。そうですね。大丈夫ですよ。大丈夫。結婚できない店長、はい、和骨だもん。カイジが当てられなかったら焼き土下座。よー、鉄板ですか。カジ君当ててねって。わあ、徳さん会いたかったよ。あ、僕も会いたかったですよ。今年に入っておにぎりの MC ばっかりしか見てなかった。ね、まあまあそんなことないんですけどね。無理せずに SOD のアマ打とうぜ。いやいや、これはね、うん、当てたいんですよ。なんとか、乙女をね。この前夜勤明けに戦国乙女打ちに行ったものです。2万発出せました。おー、すごいございます。素晴らしい。サボロックサボってない。今年の配信は、毎日30分以内に当てるのを目標に。そうですね、1時間しかないんで、ね。T シャツ着るんだったら麦わら帽子も着なきゃだよ。あー、そうですね。うん、独身男こんばんは。あ、預けんかな、預けんかなっていうコメント来てますね。そうですね、今日はあの助っ人来てますんで予想していただいて。いや、ズマ係長じゃないかもしれないですからね。誰でしょうね。これ私の赤保留ですか。あ、赤保留。いつの間にか、いきなり。いつの間にか。いつの間にかの赤保留。
ということで、おーしかもこれは熱い熱い熱い、なんか保留もなんかちょっと変わったんですよ、これ金保留ですね、金保留金すごい、ちょっといいんじゃないですか、まだ3分ぐらいです、ほらほら会社長いいんじゃないですか、あ、おい、なんだ、おあ、どうも、明けましておめでとうございます、あ、すいません、おめでとうございます、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、どうも、これどうですか、あずけさん、これ当たります、何これ、これ当たります、今金保留、ほらほら、あ、え、当たる当たる当たる、これ当たる、当たりますか、だって600万ハマってるもん、え、600万ハマってるもん、今日ね、営業でね、それ当たる、ねえ、あずま、我々、あじけん、赤さーと、いやー、さーはい、あげましょう、おめでとうございます、おめでとうございます、あずけん来たーというね、今年もね、綺麗な放送をお届けしたいと思います、ね、綺麗な放送をね、違う違う違う、アンダーツリーは綺麗な放送でお届けしたいと思います、いつも綺麗でしょ、すいません、いつも綺麗で、今年こそはね、綺麗な放送で行きたいと思います、本当に、まだ、あの、見てください、はい、ね、眩しいあずけん、おいしさーと、ね、あ、お久しぶりです、松戸の女の子、目当てで行ってるあずけんさん、ね、だから誰言ったの、それ誰言ってんの、それ、本当に。やめても、おい、池澤じゃねえか、こんばんは、違う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 、カイジの金掘りは信用ならんぞ、いやいやいや、これはね、いきますよ、当てそう、当てこれはね、いや、手応えありですね、手応えあり、手応えありですね、なんか米が一気に増えた、あずけん、あこめー、ほら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 、おめでとうございます、ほら来た、早い、ほら来た、すごい、ほらございます、めちゃめちゃ早い、ほら来た、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、すごい、今年もね、アンダーツリーは綺麗な放送で、はいはい、綺麗な放送でいきます、違う違う、そしたら去年が汚いみたいになるじゃないじゃん、汚い、いろいろお見苦しい点がいろいろあったと思います、そんなことない、今年こそはね、綺麗な、今年こそは綺麗な放送をね、全店で、カジ何仕込んでた、いやいやいや、これはすごいですね、カジ8分で当てた、すごい、あずけん、今年初めて言うよ、大好きハト、あ、ありがとうございます、あれそう、誰ですか、誰ですか、どこ、自分も好きです、すいません、ありがとうございます、誰か分かってないでしょ、自分も好きです、絶対おじさんだと思う、間違いないですね、あずけん久しぶりじゃない、何やってたのよ、わあ、ちょっといろいろ年末はね、あのオープンが続いて、そうですね、松尾お手伝いしてましたよ、なんか松尾の女の子を追いかけてるとかって噂あったんです、絶対そんなことないですけど、全然仕事しないで、まあまあそんなこともありましたけどね、魅力的な子は言いましたよ、はい、うん、清さん明けましておめでとうございます、いないよ清、うん、嘘だ、ヨシテルを選ぼう、ヨシテル、ヨシテル、はい、あずけさん伊勢崎の外で待ってます、女子大生より、おー、中学生ですか、女子大生で行きます、ヨシテル誰ですか、一物、一物ですか、違います、誰、年になってますね、あ、一物でいい、一物じゃない、違う違う、間違いない、クリーンな放送、汚いです、あれは一物、いや、おかしい、いや、おかしい、カタカナでさ、カタカナで書いて、似てるでしょ、同じようなもん、全然似てない、全然似てない、あずけん安藤さんの気持ちの浮き沈みが激しいんですが、そうですね、だいぶ情緒不安定ですよ、情緒不安定です、あずけん松戸のハプニングバーで隣にいたものです、思ったより行くのが早いですね、松戸にハプニングバーですか、もう綺麗な放送で行きますからやめましょう、はい、本当にお願いします、あずけんの股間の、ものと CRSOD の電話役者とではどちらが大きいですか、いやもう若干なりとも私の方が勝ってます、あずけん今年はもっと放送出て、そうですね、なかなか出れなくなるんで、はい、これから、あ、そうなんですか、はい、これからちょっとなかなか出れなくなるんで、出れます出れます、大丈夫ですよ、アンビリバボー、あー来ました、おめでとうございます、おめでとうございます、あずけ松戸店のキコバスについてなんだけど、はいはい、本数増やしてください、あ、そのね、あの、案はあるみたいですよ、東松戸駅のバスなくして矢柱と松戸を増やしてほしい、その案はあるみたいです、元はあそこアンダーツリー東京の金馬車さんなので、はい、金馬車で迎えに行くかもしれない、なるほど、馬車かも、馬車で、うん、ない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 、アンビリバボー、カジ店長珍しく当てたのにあずけの影響で目立ってない、そうですね、大丈夫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 、だいぶ持ってかれてますから、ね、次回のかまた狩りはあずけん来ますか、あ、1月22日です、あ、22日ね、無理です、あ、ちょっとね、忙しいですね、会場面、あずまくん、マーシー店長のぶっこみありますか、マーシー、マーシー誰、松戸店の店長ですね、あー、最初の店長、はい、もう早速、あの、女の子に手出してたんじゃない、松戸店の怒られる、怒られる、そんなこと言ってたら、あずけん、おにんにん元気してますか、おにぎり、おにんにん、おにんにん、何のことですか、よくわかりませんね、私は、今日打ってるのカイジじゃねえだろう、いや、カイジ店長ですよ、私ですよ、預けいるなら SOD をわらわら、そうだ ね、打ちたいね、あちゃ待って、やっぱ楽しい、ありがとうございます、ね、ということで、カイジ店長、あれ65% ですよ、金じゃないの、これは、金じゃないの、ちょっと熱そうな、水戸5分の台はちょっと熱そうですね、前田さん、金じゃないの、あ、危ない、カイジ店長継続、危ない危ない、ブルってます、ブルってます、保留が青だよ、保留は青だけど、ブルってる、
ここブルーましたね今。ああボタンが違いますね、別のとこブルーってます。別のとこブルーってますね。あ次回予告、次回予告ちょっと暑そうですね、無双の野獣。これは波に乗りたいですね。森大笑いです、うん。カジ店長何連目指しますか。はい、何連チャン目指しますか。まあまずは5ですね。5連チャンリアルに、はい。コムンさん、はい、頭皮の時はボタンを押さずにレバー引いてください。あレバー、あ、わかりました、はい。これ当たった当たった当たった。いや赤文字ですね、当たる当たる当たる。あずけ26日の松戸店の放送に出ますか。26、出ません。それでも外れるよ。あずま、高橋大のぶっ込みある。高橋店長、どこに行ったんですか。見ました。あ見ましたよ、茨城サイト。あ見ました。あの店長3人ぐらいで、集結して出てましたよ。バレましたね。何がバレたんですか。行った場所がね、行った場所がね、と隠してたんですけど、はい、危ない。もうこれあの青い図から危ないですからね。いやいや、まだ危ないですよ、まです。はい、ヒットコム前あずけにガツンと言いたいことあるって言ってたよね。無茶ぶりが半端ない。無茶ぶりが半端ない。無茶ぶりが半端ない。さあどうでしょうね、ヒット古文の台は。さあこれも引いたらいいんですか。はい、出てきましたよ。レバーあれこっちもレバーなんですか。こっちもレバ ー, あー、はい、どっちもいける。ありがとうございます、当たりました。これいいですね、仕込みが。仕込みがね、うまいこといきますよ。この前の屈辱を大手帳終わりましたね。はい、終わりましたね。はい、あっさり、あっさり。ちょっと自分ソフトの出番だで当てがってやめてください。やめてください。当てがうのはやめて。当てがうのやめて。役物に当てがってきます。東健一郎、バツイチ、元バツシ、北海道出身、現在係長、金沢くずみ、ね、全部言ったな。情報通がいますね。ダダ漏れだなもう。下ネタキングじゃねえか、綺麗な細手わらわら。この辺も大丈夫かな。はい、伊藤さん、当たるたびに池澤営業会議をなめんなよって言ってください。何なのかそれ。誰なんですか毎回その恨み持ってる。しかも4日で、あずけ鈴丸は残念でしたね。あそういう噂もありますけどね。まだいますよ、全然。あずけ船行けてるかな。行けてます、行けてます、はい。伊藤さん当たるた、あこれだね、なんだこの当たりの速さはとかね。今日完璧ですよ。いや今日はすごいですね、すごい。いやそれは200も400も600も当たりますよ。あずけ鈴丸はなんでオクラホマに行ったんですか。はい、俺決してカップラーメン食べたとこじゃないですよ。よくわかんないですけど、仕込みプレイのあずけんがいるこんな店はどこですか。え蒲田店ですか。蒲田じゃないですよ、蒲田ですね。ここ違う、伊勢崎でしょ。自分の店の宣伝してくださいよ。はいはい、ということでこれで、伊藤古文は、はい、左のメタマックスになれば各辺に入るという感じですね。頑張ってください。各辺に入らないですねこれ、一応 65% なんでね、まあ入りやすいっちゃ入りやすいんですけどね。はい、カイジ君、当たり引けないカイジ店長からすれば、うん、配信が、1時間になったことどう思いますか。いや、いいですよ、大丈夫です。大丈夫、いろいろ秘策があるんで、ね、なるほど、はい、今全部1時間です。大丈夫です、全部ですね、はい。花の、保留バグは保留のセンサーの反応が早いから勘違いじゃないって話だよ。あ、なんかこの台なんかあそうみたいな、保留が反応しないみたいな、ね、反応しないみたいな噂があるんですけど、反応が逆に早くて、そうそう、保留が気づけないぐらい消化が早いみたいな感じですかね。あー、残念、単発ですね。はい、うん、ヒットコム騙されたと思って預けの髪の毛引っこ抜いてみてください。誰に騙されるんですか。誰か騙してんの。仕込みプレイのあこれのね、大谷東紀子奈の上層部は紀子ちゃんを自然消滅させようとしてるだろう。いやそんなことないです、もうクリーンな放送ですよ。本当に頑張りましょう。預けのボートに乗りたい。ああありがとうございます。行きましょう。預け疲れてるでしょ、無理せず座っていいんだよ。そんなことないですよ、元気ですよ。あずけお願いがあります。金沢来る東さん前から松戸店の気候なバスを、あ、東さん前から松戸店行きのも気候なバスを出してくる。ダメでしょ。何キロあると思って。そうだよあずけ、なんで1時間にしたんだよ。圧力の給料減らしていいから2時間に戻してくれ。いやまあいろいろね、いろいろあるんですよね、やっぱりね、ね、大変なんですよ、うん、頑張ってまたに、ね、頑張って盛り上げて2時間にしたら良いですよ、ね、はい。健一郎くん今東京勤務だっけ。そうです、はい。東おじさん、お母さんに、ゲームは1日1時間までと怒られたんですが、なんとかしてください。お母さん、ちょっとお母さんと私もちょっとなんかまた赤オリオ、赤オリオ早い、夜を一緒にします、うん、あってこっちでも、ね、今日もね、アベマでもやってますんでね。アベマでも見てください。あずけに質問です、2時間配信に戻ることってあるのないの。いやなくもないし、あるとも言えないし、もうなんとも言えないです ね、うん、そうですね。とりあえずお母さんを抱きますまずクリーンな放送でしょ、今年は。仲良く時短だというか、そうですね。預け鈴丸が、
違う店の蒲田店に移った件について一言言ってないでしょ。こんばんは、預け松戸店で初めて見かけました。お、マジでかっこよかったですよ。ありがとうございます。誰ですかそれ。もう声かけてくださいね。男ですね、どうも。ね、ありがとうございます、はい。いろいろある、やっぱり安藤のせいですかね。今年の6月にはキコちゃんも30分放送から、30分はないかな。そうですね。預け先アニメ見てますか。アニメ、うん、アニメはあんま見てないですね、うん。何のアニメですかちなみに。うん、スズマ引き抜かれたの、そういうんじゃないですね。預けに質問、預けの担当店でのキコカレ放送はしませんか。担当店、うん、ああ、キコカレ放送はしないですね。うん、やりましょう、やりましょう、もう関東全部で、まあ、まあ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 、まあ、関東全部ね、うん、やりましょう全部。2時間配信無理なら90分配信でもいいです、お願いします。あ、長くしてほしいっていう ね、まあ、やっぱりね、コメントとか視聴者もちょっと増えてくったらまたね、はい、そうですね、話変わるんでしょうけど、はい、ああ外れましたね、赤堀龍。あずけんとモッツさんの横須賀の放送が懐かしいね、好き放題してた。そうですね、うん。あずけん、もモンキーターン打つ、あ、3出ますね。あ、スロットですか、はい、面白そうですよ。あ、面白、見ました、はい、見ました見ました。はいはいはい、結構あのなんか展開とかも、はい、なんかそれっぽい感じでした、ね。それっぽい感じ。いや本物、本物に似せてる。結構 リアルですよね、なんか、そう、映像とか音とか。あ、そうなんですか。迫力があって、良さそうな感じはありますよね。預けは新宿二丁目方面の人にモテるんですね。そうですね。何ですかそれ。つまりキコちゃんが費用対効果が少ないってなったんだね。いや、そういうわけでもない、ね。いや、ないんですけどもね。まあまあね。あずけんあっちゃんが売り上げ半分になったって文句言ってるよ。めっちゃ言ってますね、本当に。いやいや、本当ね、もっと仕事くださいよ、本当にね。頑張れ、頑張れ。あずけん坂本の骨折に一言。あれはバカですね、本当に。おバカさんですね、本当にね。なんかこう松葉杖について放送出てて。いや、普通、あれ、でもよく分かんないんですけど、あれ松葉杖って両方じゃないんですか、普通って。どうなんですかね、今って片方でやるじゃん。だって片方で歩けてないじゃん。確かに。何やってんの。確かに。なんで2本じゃないのって言ったら、いや、1本しかくれなかったんで、いや、それ歩けなきゃ意味ないでしょ。あずけん、今週の金曜ロードショー千と千尋だよ。あ、それ大丈夫ですか。うちの前の子供の名前じゃないですか。 そうなんだ。すごい前の子供、すごいカミングアウトしてる。そんなこと言わないですか。あずけんは初打ちしましたか今年。はいはい、初打ち、初打ちしてないです、ね、まだ行けてない、忙しくて行けてないです、ね、はい。カイジ赤保留ってどうなったの。ダメでしたね。はい、あっさり。今年から東チャンネル関東版が始まると聞いたんですよ。始まるのやりましょう。埼玉のパチ屋が、火事で伝承したけど、気候の火災予防は大丈夫ですか。バッチリです。バッチリ、そうね、もう安心して打ち来てください。昨日、一昨日ですもんね。そう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 、あれ、なんですかね、ね、うん、聞いてたの、まあ、怖いですよね。まあ、火元は私なんですけど。違う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 。嘘はやめてください。嘘は目撃者、やめてください。あなたかもしれない。やめてください。はい、アンビリバボン、はい。あずけん店長集結やってよ。あ、もう遅いですね、店長もいなくなりますからね、まだまだ。よくわからないこと言わないでけど、店長いなくなったら店できないでしょ。そうね。あずけさん、三輪明宏のモノマネお願い。いや、まあ、ダメですよ、そんな簡単に出せませんよ。1時間放送だったら、あずけぬるぬる相撲やろうぜ。高橋店長いないんですね。ヒットコムは今年、姫遊びはしましたか。はい、姫遊びしましたか。姫遊び、あ、まだできてないですね。まだね、できてない、はい。いや、その辺歩いてましたよ。夜の蝶がね、いっぱい歩いてますね、伊勢崎ね。うん、ところで東荘の放送はいつから始まりますか。東荘の放送始まらない、やりましょう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 、今年はやりましょう、いろいろ、ねね、でもあれですよ、カジ店長もやらなきゃいけなくなりますからね。あ、そうですね、なんか沼とかいうタイトルでね。そうですね。シュールですね。あれ、ここはどこにあるお店ですか。ここですか。はい、ここ蒲田です。違うでしょ、だから だから違うでしょ、ここ伊勢崎でしょ。神奈川県横浜市中区にございます、キコナ伊勢崎店でございます。はい、お願いします。はい、伊勢崎店です。松戸店すごいな、周辺のホールから客かっさらってる感じで大成功やん。いやいやいや、もう皆さんであそこを盛り上げてる感じですよ。でも一言言っていいですか。はい、食堂がちょっと高いです。あれ、うん、あらららら。でもね、はい、いつかな、わかんないけど、なんか500円ランチってやってますよ。あ、そうなんだ。安い日もあった。安い日もあるんです。あー、なるほど。セットで500円とかすごいお得ですよ。ラーメンとカレーライス、はい、と女性一人ついて500円。ついてこない、ついてこない。1個余計だってよ。ラーメンとカレーライスだけでしょ、うん、そこに女性つけたらもうプライスレスだよ、もう。いや、ほんと、それにプラスポテトとシェイクもつけるっすね。もう何がかわかんないな。
カレーライスとラーメンとポテトとシェイク、うん、わけがわからないね、ほんとね。預け成宮との旅行どうだったんだ。いけませんよ、いつの話ですかそれ。外店長が店長集客連れて話してたけどどうなったのかなって、あ、言ってましたけどね、来週の月曜日どうだみたいなね。あ、そうなんですね。はい、カイジ今日も面白いよ。お、あれいいじゃないですか、うん、あらら、松戸でカツカレー食べたよ。ああ、そうですね、うん、カツカレーも美味しいですよ。はい、あちゃん聞く代わりは前と同じ短くなったりしますか。あ、時間はそのままでいきます。ヒットコブ、来年は東を超えるって言ってたよね。そうですね。言ってたの。まあまあまあ、すぐ超えれますよ。前田さんあったら超えれますよ。ね、預けポテトおごってよ、わら。ああ、いいですよ。松戸店って台も多くて種類も豊富で本当にいいお店ですよね。最後に一言いいですか、うん、東健一郎係長よ、Y が池澤雄介や。わあ、池澤マネージャーちょいちょい出てくる。出てきますね。ちょいちょい出てくる。毎回出てきますね。出てきますね。500円、ほとんど800円前後だったぞ。近くに食べるとこないからって。高くてって高めだよ、預けフェアやってよ。いや、あの500円の日もあるんですよ。はい、いつかな、ちょっとなんかわかんないですけども、うん、ありますよ。調べてみてください。はい、預け松戸店の女子社員を何人食べちゃいましたか。食べてないですけども、可愛い子いますよ。お、ちょっと会いに行きたいですね。行ってみてください。ね、伊勢じゃなく、相模にガチクレームです、はい、今の店長設定教えてくれない。一つ前の店長は聞かなくても教えてくれたのに。それか、それか、一つ前の店長、誰ですか、一つ前誰だ、誰だ、これ危ないんじゃないの、これ家事店長じゃないの、一つ前ね。いやいやいや、そうですね。今日やっと初打ちで 100K 買ったよ。おー、すごい。あちゃんと預けさんの会話めちゃめちゃいいのよ。 100K って何、 いくら、ショーン K じゃない、そうじゃない、そうじゃない。今日の蒲田店は盛り上がってますね。ここで伊勢崎店に負けてるところを教えてください。はい、あの今日の蒲田店のこの放送は盛り上がってますね。盛り上がってますよね、やっぱ蒲田店はね、盛り上がってますからね。伊勢崎に負けてるところを教えてください。伊勢崎に負けてるところですか、まあまあまあ、あれですね、なんか面白いこと出なかった。急な振りは、急に振りは弱いから。ヒットコム言ってやれ。毛量は俺はすでにお前を超えている。ノーコメントで、で、いつはされる。あずけん、明日の放送府中だよ、ミルルに会いに来てよ。会いたいな。あずけん、チョコボール石田元気ですか。元気ですね。元気ですよ。僕あの一昨日会ってきたんですよ、純ちゃん。あ、そうなんですね。はい、今ちょっと行ってきたんですけど。何やってたんですか。何やってた。別に普通にしましたよ。あー、あちゃんって言ってました。どうせホテルの3階の窓から言ってたんですよ。ホテルの窓から。じゃあ、純ちゃんの店に圧力ライター置いてきたんで、純ちゃんの店近い方取りに行ってください、圧力ライター。僕は圧力ライター置くためだけに今津に行ってきたんです。怖いですね、妊娠されますよ。危ないです、はい、ライター取りに行ってください、はい、関西の方ね。はい、カチ君、これは、そういえば松戸店の圧力ライターの認知度弱く、低くないですか、何ですかそれって言われたの。あ、ごめんなさい、多分忙しくてね、どっか行っちゃったんじゃないですか、圧力ライター。あ、ゴミ箱に捨てられます。やめてくださいよ、やめてくださいよ。じゃあちょっと次行った時、僕ちゃんと探しておきますか。ケビンのおじさんが使ってました。なんだこれ、つかねえな、これ。ちょっと面白いそれ。山口です、東さん久しぶりですね。いやいやいや、グッサンじゃないでしょ、山口くん、グッサンじゃない。乙女連チャン難しいです、辛すぎる。どうですかこれ、カジ店長、連チャンしづらいですか。いや、そんなこともないですけどね、なんか結構荒い感じは今のところですけどね。 65% もあるでしょ、うんうん、はい、でも荒い感じはある。そうですね、今まあ、うん、まだ短いですけどね、業して、うん。預けは寝台入れ替えの時、外店長に依頼されても行かないのに、なぜ松戸店には行くんですか。いや、違う、松戸は新店だから手伝いに行く。別に台数も多かったんで、ね、うん、お手伝いし、純ちゃん元気だった。超元気でしたよ。純ちゃんって今津の何店ですか。キコーナー、スロットキコーナー、あ、違う、スロットキコーナー今津店。違う、スロットキコーナードピンク店です。あれ、なんか違ったな。なんかちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違う。スロットキコーナー今津店ですね。はい。預け松戸の女の子はもう狙い定めましたか。定めてのはないですけども、可愛い子いますよ。はい、ライター札幌駅の喫煙スペースにお願いします。やっぱね、札幌ね、うん、札幌か、ちょっと遠いな。預け、今年の目標はありますか。俺は金沢から番地まで特定すること。やめてくれ。お願いしますよ、もうやめてくださいよ。お願いします。相模原の放送まだですか。オギーとニコラスとマリマリを久々に見たいんですけど、マリマリはいないけどね。まあすごいメンバーだな。東さん、はい、奥、ん、
奥ハマーズ集合やってください。阿部やん、五郎、こんちゃん、鈴丸、オクラホマーズみたいな、オクラホマーズね、なるほど、ごめんなさい。大当たり10回で7ラウンドしか引けないダイヤ、あ、まあまああるんですけどね、16ラウンドのいいですね。ピンク、あずあず今から家に帰るの、いつも私のアパートに来てくれるのに今日は来ないんですか。誰ですか、誰ですか、行きましょうかね。今すぐ、あずけいつまで松戸にいるんですか。いや、もう松戸行ってないですね。あ、行ってないですか、最近。もう行ってない、もうサボってる、もう東京支社の方で、行けづらいけど、東係長は俺が重い粉物を運ぶから港まで手伝いに来てよって声かけたのに来てくれなかったあのやばい仕事じゃないですか、ね、どんだけ池澤マネージャーでやばい仕事してやめてくださいもん。クリーンですかね、そんな悪くない、今年はクリーンで行きますからね、気持ちよね、はい、で言ってる間にもうすぐ30分経ちますよ。早いですね、はい、残りあと30分ですよ、頑張ってくださいね。はい、鈴丸ってオクラホマなんですか。まあ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 、オクラホマですね。仕込み流れて静かになった模様。ね、ああ、確かに2連投単発ですね。ですね。なんで、うん、なんでなんでならない。なんで、アズケン、銀と金見た？ドラマかな？銀と金、うん。見てないね。機械じゃない？機械出るんですか？前出てたでしょ。前は出てましたけどね。ずいぶんぶっ飛ばされたな、鈴丸わら。そういえば伊勢崎ドラマに出てたよね。ああ、そうなんですよね。そうなんですよ。出てた。出てましたね。出てましたよ。あの海かなんか打ってましたよね。はい。渡辺謙さんね。箱積んでましたね、めちゃくちゃ。出してましたね。出してましたね。厚健、木下社長の嫌なところってどこですか。ないですよ。ないですね。当たり前じゃないですか。あざと、じゃあ、今日は私のアパートに来るのね。歯ブラシ新しいの買ってきて、私は柔らかめ、いつものやつね。ああ、わかりました。わかりました。前田君、早くそんな放送終わらせてよ。いつものホテルで待ってるね。おー、いつもの。誰この後。おかしいよ、もう。何うん、これ。アツロクさんごめんね、この前ホームレスのおじさんがサムソンしてたからアツロクライター上げてきちゃった。あ、やっぱり全然いいと思う、世のため人のために使いましょうライターね。うん、あちゃんも半年後にオクラホマとかやめてよ、大丈夫だと思います。高橋店長ツーショット撮ったんだっけ。あ、写真どうなんですかね。あ、撮ってましたよ。打つのやめて顔出しトークでもいいかな。渡辺謙さんが箱を積むために拡大係数機やめたのか。伊勢崎県がね、そこまでやります。アンダー釣りはそこまでやります。そこまでやります。絶対嘘でしょそれ。本当ですよ。外は超寒いんですね。一杯引っ掛けるなら何が合いますか。何、超寒いからお酒飲むんだったら一杯何を引っ掛けますか。あ、熱々のあんかけでもかけてやる。酒じゃない熱々のあんかけかけたら温まりますね。温まります。熱いですよ。それかごぼうでしばきあったらいい。私のところにも来てください。あずけ行きます。東さんも会ったの、渡辺謙に。いや、スクリーンで会いました。あ、テレビ越しね。綺麗な松戸店に元ミスマリンジャーの小倉遥ちゃん来てたけど、銀と金のドラマに出るんだってね。小倉遥ちゃんめっちゃシコだったわとか。そうなんですか。でもこの間おかずクラブ来てましたよね。ああ、お笑い芸人。おかずとご飯来てましたね。違うご飯じゃない、おかずクラブ来てましたよ。カジネちょっと言ってもいいですか。あまり興味がないからこの台の名前知らないんだけど、秋田、最近ずっとこの放送やってますよ。あ、そうなの。あ、本当ですか。やっぱりちょっと変えないと。注目台ですからね、この台ね。そうですね。これが注目台なの。そうなんで。いや、面白いですよ、この台。いや、ソフトオンデマンド行っちゃうとね、ちょっとまた放送がね、悪い方向に行っちゃうんじゃないかって懸念があっても。いいよ、もう自分が当てがうから。当てがう。あつけさんごめんね、あなた最近松戸に夢中だから前田に乗り換えたの、ハート。あ、前田君にね。何それ、うん、何。あずけ、そういえばあなたのところに行きますよって言ってたのに全然来てくれないよね。どこ場所を教えて。行きますよ、あなたの道、またあなたの町に行きます。今年も言い続けますから、今年は言い続けますから。あずあず、今年に入って増毛しましたか。はい、増毛しましたではないですね。渡辺健さんとあずけんはどっちが髪の毛、多かったですか。いや、渡辺健さんの方が若干多かったよ。揚げそば用意しておきます。あんかけね。ガンツ見たいんだよ。あー、ガンツ導入してるんですか。ガンツはないんですよね。すあ、ないんですか。ないんですよ。いや、ありますありますか。どこにあるどこにあるんですか。16台かな。すぐ嘘つく。来てください。ないですよね。そういうの、松戸におかずクラブとして
中市来てたみたいですね。いたね、いましたよ。オカリナなら横須賀にいるじゃん、まだ、うん、いましたよ。預けになれば、あとこっそりガンと打っちゃうぜ。いけそうやけど、東よ、お前が決断は遅すぎる、決断が遅いやつはそれだけで道を誤るらしいですよ。あ、池田マネージャー、ありがとうございます。ありがとうございます。気候関西当たらないと、この台面白くない、あそこやったら交換しようと思ったら梶事店長にやめとけ言われたからやめときました。あの時はやめといてくれ、やめてって言ってくれてありがとう。違う、あのね、置いて帰ってるんでね、もらってください。圧力が MC だから SOD できないのか。いや、僕はね、皆さん、あの放送前にガン押ししたんですよ、梶事店長に。いや、今日は SOD 行きましょう。ガン押しして、ガン押ししたのに、いや今日は戦国乙女をって言うから、いやいや相当多分自分いるから多分相当やばい、やばい展開に持ってくるので、ね、まあそれはもう正解です。正解。そう、預け視聴者様にバトラー君ライター作ってください。あ、そうね。あ、でもバトラー君グッズなんかお正月いろいろ、お守りとか、お守りとか、あのカレンダーとかね、まだまだあの、全然出てきますよ。はい、いろいろこれからグッズが出てくるそうなのでね、はい、ぜひあのお近くの機構なのでね、うん、あのもらってくださいね。はい、預けん愛媛県です、来てください。愛媛はちょっと行きたいな。でもかん、ほら、あの大阪行ったらついでにね、行きたいな愛媛は。ちょっと足伸ばすのね。預けんフレームアウトして SOD 行けよ。そうですね。なかったらぶっ飛ばすと何なの、あれかな、ガンツかな。預けん池澤とどっちが射撃長いんですか。どっちだろう、わかんないな。自分もちょっと間もなく、もうあれですよ、10年選手になります。マジですか。意外と長い長い、ね、長い10年選手になりますから。仙台からも行っています。息子が蒲田店の近くにいるので今度行きます。お待ちしております。仙台ですね、はい、牛タン待ってますから。牛タン食べれますよ。やらないの。カジ店長、誰にも言わないので399マックス台を何台設置してるか教えてください。12台です、ね、ないよ。ないですよ。ない。カジ店長真面目だな。真面目。ビトンみたいです、美しい豚 SOD で、バトラ君ライターが欲しい。おお、こういうの開発してたりするんですか。でも、あのちょっとタバコ吸う方がね、なかなかちょっと少ないってやつもあるんですけどね。それはあるかもしれない。そういうのがあるんですよ。預けた SOD はセットだと思ったのに、ね、預けん増毛です、来てください。どういうことですか。乙女ばっかりで視聴者飽きてるの分かる。やっぱちょっとダメなんだね。カジ店長真面目ですよね。僕が2枚目突っ込もうとしたらそっと手を差し伸べて、その台当たらないから行き続かれてもいいって言ってくれますもんね。男ですね。私何や、店内で何やってるんですか。男だな。大分県どうですかい。大分もいいですね。九州、大村もボートはありますからね。カジ店長分かるよ、新年一発目なのに SOD 打ったらオクラの可能性出てくるから。そうなんですよ。ちょっと絶対ね、まずい方向に誘導されるんだ。なんだよ、つまんねえな。もう、愛媛行きたいな。なんだろう、この心のこもってないリアクションは。いや、行きたいですよ、私。MC 初日の日さん、こんばんは。誰だろう、こんばんは。はい、池田さんの方が短いんじゃないかな。誰かが、池ちゃんは中東入社で出世スピードが異例だって言ってたから。そうなんですね。預けんさん、コンビニでおでんツンツンするのやめてください。もうダメですって、それもうそういうネタこうぶっ込んだら本当に。先日乙女4個でどうしたの。東係長は、血液をかけて麻雀をしたことありますか。いや、ありませんけどね、私そこまで頑張りません。預けんさんの愛人契約カードが欲しいです。あ、ありますよ。ゾウモじゃないし、マシッケだよ。預けん何歳になったんだっけ。私ですか。はい、サンキューです。サンキュー。この乙女が320分の1だってことは初めて知ったわ。ずっと2級級だと思ってた。319じゃない。先日乙女4で24連しました。3万5000発すげえ。やっぱ出るときは出るね。こんばんは。 SOT 導入記念でアズケンさんとジュンちゃんで MM 号で飛行の全店舗を回るって本当ですか。すごいですね。行儀よく直接言われたのはアズケンさんですね。そういえば東さんはこれの小山本の営業所にチェーンソーを持って行ってましたよね。ダメだってそういうのダメですから。全然ダメですよ。伊勢崎店では SOD 導入記念で景品で天が置いてありますか。いや、ないですね。今のところは。ない。そういうお店あるんじゃないですかね。あると思いますよ。ありますかね。あると思う。金ですね。いいよ、外れますよこれ。あ、保留アップだ。緑ちょっと弱いかな。預けん今年でアラフォーだ。そうですね。カジ店長が夜な夜な SOD 打って興奮してるって聞きましたけど、むっつりなんですか。まあそうですね、うん、穴がち間違ってないです。がっ
つりむっつりですね。カジ店長、15分早くシダ終わってアズケンとヌルヌルズームをしません。ヌルヌルズーム勝てませんよ。アズケン SOD 打ったら俺の、ガロがハウリングしたよ。あ、新しいこのキャラクターじゃないですか、このリキュー。千の利休、はい、ね、では外れますね、これいいんじゃないですか。海藻入ってますね。海藻、海藻、海藻続けば続くほどですね、はい。天下って医療分野で注目されてるんでしょ。俺も入院したら看護婦さんに天下使ってしごいてほしい。それは違う使い方だと思うんだけどな。お店みたいになってるね。これは違う使い方だと思うんだけど、うん、さあ、議事さん行きましたね、会場。行きましたね、はい。あー、ちょっとカットインは青ですね。景品で天下って置けるんですか。置けますよ、景品なんで。置くことは可能。可能ですよね、はい。預けが外れって言うなら外れだね、はい、うん。これカジ店長はどうですか。外れですね。外れですか。さすがですね、早いですね。この200以内のゾーンは外れますから。あ、200以内のゾーンはちょっとダメだ。外れますから。今175回転がヒットコブ、もう当たるときは100回以内に当たりますから。なるほど、じゃ あの時短中に引き戻す、ね、時短中に来るんで。なるほど、うん、もう130がやめ時ですから。みんな130やったらカルト信者じゃないですか。130やったらやめてください。あと狙いは狙いは300超えてからです。300超えてからが、うん、やめてください。今週はカスタムキャラはレベッカ。あ、どうなんだろう、カスタムキャラとかできるんじゃないですか、多分ダーウィングとかね。あるんですか、はい。石崎店では399マックス台をハンマーを振り回してもいいスペースがあると聞いたんですが、本当ですか。いや、ないですよ。ないですよ。あずけん、頭触ってるけど今ついてるのは具合悪いんですか。触ってたかな。触ってたらごめんなさい。ケイニテンガは置いても全然問題ないんだよね。だってホールって18歳以上じゃない、しか行かないんだからさ。でも18歳じゃなくても買える。あれ18歳でも買えるんでしょ。18歳以下でも買えるんじゃないですか。ただ売ってるお店が18歳以上じゃないですか。いやいや、買えるんじゃないですか、そのコーナーに多分。あ、なんでですか。いや、18歳で今大体なんかのれんみたいなのありません。大体確かに、確かにコーナー、うん、なるほど。まあ、カウシャで交換する勇気はなかなかないですよね。 そうあれ持って私は買いますけどね。普通に。あと22日何日まだ決まってないですね。おじいちゃんが景品で天が持って帰ったらめっちゃ切ない気持ちになりますよ。いつになったら景品、元気ですよね。景品交換で預けのお宝 DVD を交換できるんですか。何入ってんだろう。何映すんだろうね。あとだと協定はいつがやめ時ですか。1レースでも勝ったらやめたらいいです、うん。プラスになったらやめたらいいです。なるほど。もう12レース全部やると必ず負けるようになってますんで。あ、1レースでもプラスになったら必ずやめたら、うん、僕は潮時です、うん。なるほど。最近東さんの中の気になるニュースは何ですか。あ、そうですね、アンダーツリーがまたさらに大きくなってくるってことですかね。何ですか、何ですか。どん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 また店舗数も、そうですね、増えてくると。どんどん増えてきますよ、ということなのでね、皆さんご期待してください、ね。新たな街にも行きますよ。本当に行くかもしれないですからね。本当に行くかもしれませんよ。人の花が聞きたい。そういえば、近所のホールに仮面ライダーマックスエディション置いてあるわ。本当ですか。ケインコーナーに暖炉かな、作ってください。交換するとき、女性店員でお願いします。なんて読むんだろう。あ、読めない。これなんて読むんですか。ちょっと読めないですね。目が悪い。ドラッグストアに天下ってあったよ。じゃあいけるんだ。ヒットコム、カジデンと預けん、はい、あっちゃん、最初にバレンタインでチョコもらったの何歳の時ですか。のれんだ、のれん。ごめんなさい。のれん作ってください。あー、なるほど。あ、なるほど。最初にチョコもらったの。私、あれですね。うん、もう何歳だろうな、まだ小学校上がる前ですね。まあ、幼稚園ですね。ゆうこちゃんです。ゆうこちゃん。めちゃめちゃ可愛いですよ。めちゃめちゃ可愛いです。ほんと可愛いです。今でも。今でも。今でもつながりがある。ないです。けども。わかんないじゃん。だけどもすごい、本当に、うん。日本人離れした顔してます。日本人離れした、フィリピンの方でした。いや、それ、離れてて当たり前ですよ。フィリピンの方は日本人離れしてますから。最初めちゃくちゃ、ね、でもめちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛かった。あ、めちゃめちゃ可愛かったね。すごかった、なるほど、すごい可愛かった。カジ店長初めてチョコもらったのいつですか。いや、幼稚園とかじゃないですか、多分。あ、幼稚園。はい。前田君は。そう、僕小学校。嘘です。嘘だ。なんで知ってるんですか。嘘だ。あざと聞いて、私東京都に住んでるんだけど、はい、最近めっちゃ寒いです。あら、行こうかな。いやいや、どこでも寒い、どこでも寒い。中学生です。エッチなビデオ買おうとしたら身分証明書の提示を求められて買えなかったんですが、
機コーナーには入れました。入っちゃダメですよ。ダメですよ。それでも普通に買ってください。大丈夫ですから。松田君の天下を作ってください。預けの私生活、激写 DVD いつ景品になるか絶対やらないと思う。預けなんでパチ打つのやめたんですか。あ、正直言ってあんまりちょっと、まあ、ダメですよ、こういうこと言っちゃダメですけど、あんまり面白い機会ないですよそれ言います。それ言いますか。あれですよね、自分の中の面白い機会がない。そうです、これだっていう機会がないんですよ。自分に合う機会がっていう機会がない。だから昔の機会をなんかたまに一発とかあるんじゃないですか、打つとやっぱり面白いですよね。なんであんという風に作れないのかなってちょっと残念ですよ。大した役もついてないのにね。預けホール入るときマイナンバー制になるって本当ですか。あ、なんかそんな話もありますね。大分まだマックスたくさんある。そう、私もドラッグストアで天下見たことある。サイズ9って札ついてる魔界何パーがマックスですか。いやいやいや、100パーです。今日エンデックの MC のれんを、だろというのごめんなさい。預け初体験の相手の姉の友達元気してますか。会ってないですね。はい、小学4年生です。預けさん最近股間がムズムズするんですがどうしたらいいですか。前田さんにお答えいただいてもいいですか。あ、お願いします。そこの辺詳しいんで、ムズムズあのムズムズ前だったら有名なんだよ。ムズムズ前だったら有名なんだよね。巷じゃね、伊勢崎の界隈じゃ有名だもんね。有名な話ですね。ムズムズしたらどうすればいいですか。ムズムズすれば、したら小学校4年生がムズムズしてるそうなんですけど、どうしたらいいですか。あ、そ、まあちょっといじ、いじくって汚い汚い話が汚い。もうクリーな放送だからやめて。またテンポ増やすんですか。あっちこっちホール潰れてるのに、景気いいですねとね、頑張ってますから。頑張ってる。はい、あずきさん意外とおバカさんかな。フィリピンといえばちゃいっけ、ゆうこちゃんは今隣で寝てるけど、あずまくん怖かったって言ってた。こらこらこら、ダメだよ。幼稚園のチョコレートじゃないんだって。本気チョコ、本気チョコ、本気チョコ、チョコは本気チョコって何ですか。私はね、中学生ですかね。ああ、中学生ぐらいの時。中学生、チョコレートの中に靴下履いてました、ね、それはダメです。チョコレートの中にですか。それはダメです。あ、逆逆、間違えた。靴下の中に、うん、そうそうそう、あ、チョコレートがね、はい、うん、あ、これは、お、あ、ヒメゴゾーンは熱い。あ、違う違う、これは大体小当たりです。ヒメゴトゾーンだ、それ。これ大体ヒメゴトだ。小当たりです、うん、はい、小当たりです、うん、はい、うん、ねえ、のれに腕押しならぬ暖炉に腕押しとか単なる大やけどだろう。幼稚園、あ、こういうんだね。業界人が面白くないとか言っちゃダメでしょ。そうです、それ言っちゃ、おしまいだろう。預け、預けぶっ込みわらわら、そろそろ当たるかな。預けに会う機会はない、なんですか。会う機会は何ですか。面白いと思ってやってみたい。かといって、あの、はい、マックスが面白いとも言えないんですよね。ああ。あれってもう、あの、お客様がやっぱちょっとね、負担してしまう部分あるじゃないですか。まあ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 、ね、負担するときもあればハマる。ハイリスク、ハイリターンだとは言いますけども、ね、リターンがないと、ね、終わりですからね。ね、まあまあまあ確かに終わりですよ、はい、で自分がいいと思うのは何ですか。今まあ古いやつでもいいんですけど、古い打つので、うん、古い打つのでだったらそうかな、どうだな、中森明菜。あー、でもファン多い、確かに中森明菜は他なんか面白かったですね。あざわざパチやめても嫁のお金、搾取、してるよね、ね、してるよね。誰が嫁からお金をしてない。あ、してない、うん、真面目、うん、預けた そんなあなたが面白くて好き。ああ、一緒のこと90年代くらいのパチ屋に戻してほしい、まあ、ね、ところで預け、奥さんのお口のジャブジャブビートは今年も絶好調。今年も言う、それ今年も言う。でもいい、いいよ、すごい、ね、預けマットで言ってミルク。本日1月17日あのミューズのメンバーの小泉花代ちゃんの誕生日です。おめでとう、花代ちゃん。おめでとうございます。誰ですか。ラブライブアニメ。あ、預け24時機構の徘徊やろう。預け24時で、あ、だ、警察24時じゃなくて、あ、なるほど、預け24時、うん、保留バグってやっぱりあるのないの、どっち、どうですか、梶店長。これはないですよね、はい、あのなんか多分ないんじゃないか、はい、っていうかですね。パチ屋の流れって大規模店への集約が進んでる。あ、確かにね。預けに合わないで、済む機会はいつですか。ないですよ。預けにピアノ打ってちょうだい。あずえも最近息子が元気ないからなんか出して。今年はなかなか出ないですよ。本当に出しませんからね。よっぽどのことない。よっぽどのことがないとね、アズケンは出ない、うん。アズケンが知ってるアニメのキャラはダダムだけだから、花代ちゃん知らなくても仕方ない。そうだね、ごめんなさい。2日前小田原大木町行ってきたけど、一パチ全席埋まってて、某店員さんお休みなんだって思った。あー、野辺くんね。カジ店長、その代に山村もみじさんは出てます。いや、また出ましたね。これ毎週引っ張りますね。誰ですか、山村もみじさん。あ、もしかしてカサス打ったんだ。毎回出してくるんですよ。とりあえず格言を見せてください。
100円見たいそうですよ、回転長。もうなんだかもう時間もなくなってきましたね。奥の手使いますか、奥の手使いますか、100円見たいそうですよ。じゃあ100円、いきますか。あ、じゃあ100円いきますか。はい、ということでね、あるの、こんなこともあろうかと。そうなんですよ、何必死で仕込んだの、これ、そうそう、最低だなこの店。いやいやいや最低だな。いや1時間だとね当たらない可能性があるんで、そうそう、当たらない可能性を考えて、自力がない店だな。いやいやいや、優しさですよ、優しさ。1時間の放送だとできることとできないことがあるでしょ。自分 3玉あったら当たるわ3玉あったら、はい、お願いします。はい、なんだこれ、こんなこともあろうとね。そう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 、皆様にお楽しみいただくためにね。そう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 、せっせっせっせと我々頑張ってるんですよ、頑張ってるんですよ、はい、あずけんが打ったらすぐ100円入る。そうだよ、仕込みを。なんだよこれは。そうだよ、視聴者はそんなの求めてないんだよ。必死になってみんな必死になって必死になって、ああダメだったっていう来週を見ようってなるんだから。ダメだよこんなの。リアル仕組みあるわ、仕込んだのと山田には質問した。そこ落ちですね、まだ。あずけ、久々に舛添さんで有名になったホテル三日月の歌を歌ってください。ダメですって。噛んですよ。最低だな、とつか。さすがとつかといえば汚い。いや、一瞬で終わった、終わったな、これ。嘘でしょ。いや、まだわかんないです、まだわかんない。山ちゃんがこれ真似したらどうすんだよ。あ、これ行く、終わった、山ちゃん当たる。はい、まずそこ落ちかよ、わらわら。マリさん行くんじゃない、これ行くよ、大丈夫大丈夫、行くよ、行くよ行くよ、これ当たりそう、行く行く行く、これは多分行く行く、はい、短かったな。短かったな。弱、時短あるから、弱、もう、弱、本当に。バグあるって言うと平和の台入れられなくなるからって言えないだけだろ、そういうわけじゃないですね。あずけん会いたかったよ、ありがとうございます。カジテッチョ外に出歩くようにし始めましたか。あ、ありがとうございます。私はあんま出歩いてないですね。1時間放送になると MC 込み読みまくりっぱなしだから見逃しても腰痛見なくなった。なるほど。あずけ、荻原とか、川野さんは順調ですか。順調じゃないですか。YouTuber がパン屋で生産前のパン食ったり知らない人のお見舞いにしたりしてる。コブンさん、最近迷惑なお客さん来ましたか。迷惑なお客様、いやでも全然いらっしゃらないでしょ。はい、扇町の4円の生まれはぼちぼちだったけどいい店だね、負けたけど遊べたよ。ありがとうございます。素晴らしい、よかった、うん、あれおお、復活っていうか継続ですね。はい、あずけん、笠さん昔の横須賀で打ってほしい台です。そうですね、うん、料理番組じゃないんだからさと笑そうだね。まあ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 、1時間しかないんでね。いや、そうなんですよ。この前蒲田店に行ったけど伊勢崎に店あったっけって聞かれたけど、この放送はどこで放送してるんですか。これはね、蒲田です。伊勢崎、ね、伊勢崎ですよ。はい、カジ、店長、マジで地下労働施設に行こうか。そこで笑う。あてた。カジ店長、持ってなくて笑う。あずけ、松戸にケンシロウの声の神谷さん来たでしょ、見た。おー、来ました来ました。会ってはいないんだ。あー、会わなかったですね、うん。ひどすぎる笑う。今年の放送は別に見逃しても残念じゃなくなった。そんなこと言わないで、見逃さないで見てください。ちょっとだから頑張りましょうよ、はい、もう少し。カジ知ってたから大丈夫、カジらしくていい。カジ店長持ってるな、かっこ白目。学園中の赤系予告はレバ角だから、残念でもなく当然。あ、絶対当たるってことね。逆に伊勢田さんで1時間配信になってよかったって方もいるのかな。あー、そうね。あとは大木町の放送でアベマでコメントしたらおにぎりに怒られたよ、どうなったの。あー、ごめんなさい。あずけ、40発と200スローの調子はどうですか。いや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 、あったらいいですけど、ね。あずけ、アユ打ちたい。アユ打ちたい、うん、アユ、アユはもうどこもないじゃないのかな。ないですね、あんまり。古文開示店長、あずあずあっちゃん、スマホは iPhone、それとも Android、どっちですか。 iPhone、 iPhone です。 Android です。私、ショルダーフォンです。しましまってます。バブル、バブルですか、バブル。好きなんだ、もだしもしも。あずけの清掃員ですか。そうですね、清掃に限りなく近いですね。あずけの力でザザムのミドルを作ってください。まあまあ、ザザム入ってましたよ、見に行ったら。確かにおにぎり、アベマのコメント読みづらいからニコ生でって言った。ああ、そうなんだ。あずけん、もみじの電話って知りたい。全然いらないよ。カジ店長、今年も彼女できないでしょう。できないですね、多分。キキキリン抱きましょう。キキキリン、うん、
急に振られたら困るんだよ。やめて、やめて、頑張りましょうとか言うね。あずきはお前が本社に掛け合って2時間半に戻ってよ。 そこを頑張れよ。、視聴率とコメント数とさらにそれが来場者数につなげようと思ったら月水金蒲田放送しかないぞ。カジ店長、万発出したらいっぱい出たねって褒めてくれますか。いや、そりゃそうですよ、そりゃそうです。預けも偉いんだぞ。全然偉くない。戦国乙女やっぱり曲がいいよな。いいですね、やっぱ。お、なんか来た。あ、これ熱いっすよ。熱いっすか。これ熱い。確変じゃん。復活しましたね。打ったことあるの。僕打ちましたよ。偉そうに言ってる。僕あの900ハマリまで持ってかれて、そこから7年ぐらいしてます。ごちそうさま。いやいやいや、よく分からない。ごちそうさま。まあでも1時間配信したら視聴率落ちるんだけどね。まあ半分ですからね。あ、カジ店長はお姉さんが好きなんだよね。お姉さん、あ、年上がね。いや、幅広くいけますよ。あ、これはもうあれですね、15ラウンド当たり確定ですか。確定です。おお、はい。前田君まだ待ちきれなくて1回しちゃったよ。あ、もうこれもうあと15分終わったらすぐ行きますんで。はい、ちょっと待ってて。行けないだけ汚いな話。汚いぞ。1時間になってから最後まで見ないこと多くなって睡眠時間が増えた。なるほどね。最後まで見ないの。いや、見てくださいね。お願いします、ね、本当ですよ。お願いします、すいません、お願いします。シダ時間もう3分くらいだぞ。あ、エンディング入れるね。はい、おめでとうございます。おい、すげえな。早く王外出してほしい。王外はいつ解放なんだろうか。あーね、まあ、順番じゃないですか、1週間とかでね。あーちゃん、明日も楽しみにしてますね。あ、ありがとうございます。明日は貴重な府中店から、放送予定となっておりますので。あ、府中ね。見てください。はい。カジ店長、あなたの前にいるちょっとハゲてるアズケンとおデブのあっちゃん結婚できてるんだよ、自信持って OK だよ。俺まだありましたもん、その時。え、その時まだありましたよ、ね、まだ。王外は1月の初週だったような気がする。なるほど。この前カジ店長に狂気の沙汰ほど面白いって言われて通常時に右打ち推奨されました。最低だな本当に。なんだよ、むちゃくちゃ言うじゃないですか。このコメント面白い。最低ですね本当に。個人的には11時から1時で2時間放送してほしいんだけど。あ、なるほど。ちょっとね、あのお客様帰ってすぐ放送がまず無理ですね。そうですね、裸配信ぐらいになっちゃいますね。当たらないあるあるからの終わらないあるあるか。王外は先々週だった。1月初週って、稼働すらしてないぞ。みるるんいい加減に、絶対出せよ圧力。わかりました。ちょっと僕が決めるんじゃないんでね、あの出勤してれば出てくると思います。なかなかダメですよ。なかなか出てくる。いやいや、出てほしい。プレミア出勤ですか。私も1時間になって余計に見ない日が多くなった。そうなんですね。見たい日しか見なくなった、ね。てか今考えたらトツカの筋肉マンプラス牛丼早食いのコラボ、むしろ1時間でよかったよ。まあまあね、放送時間ね、まあまあ、もはやね、そういう風になっちゃいます。あ、じゃあピンクのTシャツ可愛いな、ありがとうございます。北海道は1月2日から。小文さん当たりました、おめでとうございます。はい。インフルエンザとか大丈夫ですか。伊勢崎ってピンクなお店多いから気をつけなよ。前田くん言われてますよ。はい、まあ、でも僕予防接種打ったんで大丈夫。大丈夫です。先々週ってそれで北海道しか無理だ。北海道は1月3日から花打てる。何なのその1月3日から。あ、だから導入週が地域によって違うんじゃないですか。花って何。戦国乙女花。あ、これ花って言うの。花って言うだけ。そうなの。はい。だって最後バタバタなのも面白くないよ。バタバタしてるからってことか。東北と北海道は導入してた。ミルルンはすでに今年男遊びされてるかしてないと思いますよ。あとあと中森明菜の一番好きな曲は何ですか。デザイア。デザイア。ミルルンは接客コンテスト優勝したね、アズケン。優勝したの。優勝しましたよ。あ、そうなんだ。しましたしました。全然興味なくないけども。情報が入ってきてなかった。情報入ってこない。私元もう端の端の隅の方で仕事してる人だから。はい。もうそのうち1時間ほどになれるとは思う。アンドロイドと iPhone の違いを教えろ。違い、違い何ですかね。機械か機械じゃないかです。両方機械ですよ。あ、そうなの。木製か鉄か。いや、両方あのプラスチックです。あ、そうなの。はい。箱ください。箱。箱。箱。ちょっと待ってください。これでいい。違う違う、それ僕のカバンです。ああ、なんだ、あれバックバックなんだ。早く言ってよ。はい。はい。ありがとうございます。はい。10日6日導入だったらデザイアしか覚えてないの。最後は1時になったらブズって切れるもんね。今日でやる気ないよね。あ、切れるの、これ1時になったら。一応切るようにはしてるんですけど。今日はちょっと多めに撮ってあるので大丈夫です。次回昼放送って予定あるんですか。ありますよ。アズケンデザイア以外知らんだろ。知ってますよ、何でもかんでも。はい、じゃあ今日は1時まで打ちますか。
頑張って。あ、そうなんですか。はい、あずけん近いうちにまた放送出てね、待ってるからね。いやもう今年もこれ最後ですね多分。いやいや早くないですか。じゃまだ1月ですいやほんとに私消えるんで消えはしないでしょ。消えはしないです。私でも本当にみんな見えないとこに行く、マジあの生放送で近づきに行きますから。あずけんいますか。あずけんなら、曲名を、あずけんなら曲名を言ってください。どういうことですか。今回の花スペック打ちやすくていいわ、SC とかいう、安定性皆無のよかいい、うんうん、まあね、出玉はしっかりあるし、まあ、突角がある分あるのがあれですけどね、うんうん、アズマオクラホマに行くんです。オクラホマどころじゃないですね。あなたの町に行きますよ、はい、あなたの町にあなたの町、土曜日の関西放送1時半頃まで放送したけど大丈夫なんですか。一応だからなんていうかな、本社からは1時でっていうてい お達しがね出てるんでね、そういうのを破ってるとまたね放送がね、こうできなくなったりするかもしれないんで、私たちこういうピラミッドのこの下の方にいる人がそうですね、下の方に、本当下の方にいる人なんで、本当にそういうことはね、ちょっと会社はピラミッドなんでね、そうやっていこうっていうもんね、下の方にいる方なんで、はい、アンビリバボこのスペック打ちやすいとか乙女だったら299だ、聞こうのは預けマックス店を開くんですか。いや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 、やったギリギリまで見れるあってあるけど、時短含め継続率 74% だから3より続く、おにぎり真面目なのか絶対1時の3分前には終わらせるよね。最低だなあれ、299でよかった。戦国乙女って初代だけじゃん、まあ、でも戦国乙女なんかアマをすげえいっぱい打った記憶、確かに、あ前のはね打ちましたよ、うん、戦国乙女、あれボタンすぐ壊れますよね、壊れないなんなんですか、壊れないですよ、叩きすぎですよ。あずけん早くピラミッドの頂上に登り詰めてください。いやいや私はもうまだもうあの石運んでますよ足に重りつけてピラミッド作ってる方、うん、作ってる方でね、裸で、2はデラマ少ないし潜伏ある、初代アーマーだけは完璧、メーカーさんにプロモーションかけて応じてくれたら2時間放送とか、なるほどね、2のミドルは新基準以上に、ケーススペックだった、アズマエヴァとモンハンスロイ打ってや放送で、モンハン打てるのまたあれダメなのダメなんだダメなのダメダメダメ怒られちゃうよ。モザイクかけたらいいんじゃないの。あ全面モザイクで、いや音が音が引っかかる音もモザイクかけたらいいんじゃないの。音モザイクってあのあなたが勝手に丸めたなるほどね、カジおめえ、カジ店長続くね。いやそうですね、はい、今日は力を見せました。はい、はい、いいですね。さあ、前田くん終わっちゃう。どうケラ君。いや、大丈夫です、大丈夫です、ね。3はほとんど、初回4ラウンドのゴミで、ゴミ出玉で、しかも ST とか、さらに潜伏まであるとか、アズアズは今年初出演なんですか。そうですね、初めてですね、はい、去年もちょっと出れなかったんで そうですね、年末出よう、年末来ようかなと思って、挨拶しように来ようかなと思って、オープンが、あったんでね、オープン重なったんで、釣りもいたかった、アズアとアズキさん、いつも楽しいんだ、ありがとうございます、エヴァはなんでダメなの、アズマ、何がですか、あそれはね、売ってるところからダメなんですね、11?エヴァ放送するのってこと、あ当たりですね、それね、はい、320で 65% の方が十分か、あずけもう一人くらいお子さん作らないんですか。いえ作りません、あずけ放送できないなら一人エヴァモノマネやろ。やですよ、そんな、あずけダダメに勝つまで帰れまてん放送しよう初号機、初号機がいる、やったやった、カジキちゃん、これで半年は当たり引けないね。そうですね、これはエヴァを打ちながら水木奈々の曲を流す配信をしてください。あずけさん、初夢に出てきたよ、どうにかして。おっ、なんだすごいじゃないですか。私も水木しげるの方が出てきました水木奈々じゃなかったです何があったんですか65% の学園でこれが勝つならパチンもいけば、あずけの家族は放送内容を知ってるんですか。知りませんね、多分何も知らない、うん、何も足さない山崎、はい、60年です。あ当たりました、おめでとうございます。じゃあカジ店長が次当たったら終わりにしましょう。はい、はい、今までのパチって昔は継続率知ってって言ってるんかね。まあまあでも継続率って 99% からね、まあ突入率 30% とかの台もありますしね、いろいろありますからね。あずけのやつに、1富士2高はあずけん、3あずけんか、パチパチなすびか、今日の戦国乙女はエンディングあるのかな。全員倒すと誰か出るんですか。あエンディングあるんじゃないですか、確か出てくるんでしょ。うん、確かエンディングあると思う。誰出てくるの。王外わかんない、ピコ太郎出てくる。
コ太郎は出ない。出てこない。ピコ太郎は出ない。うん。ピカとピコ太郎できるんですか。はい。ちょっと練習しました。ピコ太郎。あれなんですか。あれなんですか。なんですかって言われても、I have a pen ってやってるんですか。うん。いや、何面白いか分かんないでもあの、まあでもやっぱり音楽なんでしょうね。そうそう、フレーズがね、入ってきやすい。あ、テンパりましたね。まあ、チャンスですね。はい。でも前田くんよくやるよね、よく事務所でやってたもん。事務所でやってたもん。そうですね。うん、やってたもん。あず太郎おる？ハメ太郎が出てくるよ。はい、はい、はい、呼びました。呼びましたか。ほっとこハメ太郎どうも。クリーンな応答でしょ。ちょっとこはめたろ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。エンディングいきましょう。お疲れ様でした。はい、ちょっとこはめたろ。ハゲハゲたろが出てちゃう。それはダメです。やめてちゃう。配信ダメダメダメ。見ちゃダメなの。はい、よし。ちょっと明日私早いですからね。私あ、そうなんですか。6時起きですよ。早い早い早い。でもやっぱりちょっとね、新年の挨拶しに来てなかったんで。いやー、ありがとうございます。もう多分本当に 出ないんで頑張ってください。いや出ます。いや出れない出れない出れなくなっちゃうんで。出れますよ出れますよ、はい、ちょっと待ってください。何かな。あー、ちょっと待ってください。ちょっとボケてるんでちょっと待ってくださいね。誰がボケだって。違う違う、誰が人のことそういう風にボケて言って。違う違う違うの。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日は戦国乙女花打ってきましたけれども、まあまあなんとかね。いやー、よかったです。1時間やりきったんじゃないですか。やりきましたね。なんかやりきった感は今日はね、すごいある放送でしたね。全然ダメ全然ダメ全然ダメ、こんな仕込み。こんな仕込みがダメ。いや、1時間当たんないですもん。当たんないですよ、1時間。4玉あったら当たるわ。こんなの。カジネ長、それ私服って言っても違和感ないですね。あ、本当ですか。馴染んでますか。はい。最後絡んでくる変なやついたの。預けの影響でピョンクチ T シャツのこと忘れた。預けまた出ないよ。てか出て。早くピラミッド、作成に戻れ。預け見れて。ありがとうございます。ちゃんと聞いてくれる。カジ店長太りましたね。あ、よくお気づきで。あ、太ったんですよ。やばいですね。よく見てますね。太り続けてますよ。はい。本当に。カジまた来週も楽しみにしてね。再来週です。あ、再来週、ね。あ、そうですね。はい、来週です。カジ店長ピョン吉に合ってる。バチョッティさん。東さんやっぱり面白いです。昔から好感持てます。面白いですよ。本当にありがとうございます。はい。またの視点待ってるよ、ハゲ太郎。ハゲ太郎。太ってもピョン吉ね、伸びてない。まだ大丈夫。まだ大丈夫。告知ありますか。はい。はい。次ですね、入れ替えがまたございまして、1月23日月曜日ですね。はい。スロットのエウレカセブンと、パチンコのですね、はい、CR 銭形平次と、はい、春夏秋冬ハイビスカスですね、はい、こちら入りますとですね、はい、ぜひご来店お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、1月23日ですね。はい、はい、シート開店になりますので、ぜひとも貴重な伊勢崎店遊びに来てください。最後何かありますか。ないです。何か言ってくださいよ。おかしいでしょ、新年一発目ないですか。お願いしますよ。あの、今年はもうクリーンな放送でいきたいと思います。出だしに戻ったわ、はい、ということで、ありがとうございました。はい、本日はおそこねでお別れしたいと思います。また再来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナー。